はい。で、こちらがですね、黄金桃の苗木なんですけど、なんか枝がすごい暴れてるんだよな。こんな、もう私、どうしていいかわからん。で、これも、まあ、剪定するので、剪定した枝をね、挿し木用に取っておくっていうことで、今、剪定前の姿を撮影しています。で、こちらは、おそらくね、この辺が、接ぎ木の、ポイントだったんじゃないかなと思うので、こっから上に生えてるものは、まあ、全部ね、黄金桃の枝なんですけど、まあこんな感じになってます。まあ大変暴れ具合が。こんなですよ。どうしたらいいんでしょうね。気がつかない間にこんなに伸びてしまってましたね。ということで、こちらもスッキリさせて、挿し木を行いたいと思います。なんかさっきね、動画で、挿し木って言っちゃったんですけど、これ接ぎ木にするらしいです。で、台木はね、なんか自宅で私が多分かなり前にね、巻いた、なんか、プラム系のなんか、桃系の葉っぱが生える何かが、庭の鉢植えから生えてきて、それが4株あるので、まあ、1つだけね、ちょっと検証のために残して、残りの3株に、この黄金桃の枝を接ぎ木してみるらしいです。